どうもおはようからこんばんは、殿でござる。今回の雑談ドライブは、まあゴールデンウィークの特別企画としまして、いつもならばザ・クルーで雑談ドライブするんですけれども、今回はこのファークライ5でちょっとね、雑談していこうと思います。というわけで、まあこんな感じでね、これデスリッシュっていう車なんですけれども、ちょっとこれに乗って、まあドライブしながら行こうと思います。いや皆さんいかがね、このゴールデンウィークはいかがお過ごしでしょうか。私自身はね、こうやってホープカウンティで、まあこの保安官として、まあこのねレジスタンスを率いて、まあいろいろ戦いをまあ繰り広げているんですけども、まあ基本的にはもっといい角度に移るよ。運転の腕は射撃よりマシよね。冗談よ、社交的なふりしたの。まあ基本的にはのんびりしているかな。まあのんびりしているあまりで、こう敵がね、死んだことに気づかなかったり、残しちゃもったいないものね。あとはこうのどかすぎるあまりに、まあ、結構ね、焦点したみたいな感じで死んでいくね、ペギーもいたり。お見事。まあでもね、こうやって、まあ、ガールズメンバーっていうのかな。あ、ちなみにね、キャラクターカスタマイズ。見た目はこんな感じになっています。基本私がキャラクターカスタマイズをしてプレイするときって、だいたいね、フォールアウト4とか、あとはモンスターハンターワールドとか、あとは昔で言うと、ドラゴンズドグマのオンラインかなあれとか、だいたいこうおじいちゃんキャラになってしまうんですが、今回は珍しく女性キャラで行っています。で、見た目も結構セクシーな感じで、でサングラスをして、まあグローブ、このハンドウェアだけはレインボーシックスシージのデータがまだ残っているんで、まあそれにしているんですけれども、それでこのガールズメンバーでやっているんですが、ちょっとね、やっぱり関係がちょっと悪いのかな、なかなかね、こう殺伐とした、まあ、雰囲気でやっているんですよね。あなたが無口で助かったわ。昔ジョセフシードを近くで見たの。あの時に戻って全てをなかったことにできるなら、どんな代償だって払う。あんた本当に楽観的ね。蓄えに執着しすぎておかしくなる人っているわよね。そうね。まあこんな感じではやってはいるんですけれども、まあどこまで進捗しているかと言いますと、まあこれでも非常に忙しい身ですけれども、その中でもここまで行ってます。ジョンの地区ではもうあとほんのちょっとでもうクリアまで行くんで、まあ一旦ジョンの地域は置いといて、まあ、ここまではやっているんですけれども、まあ、ちょっとフェイスチャーのね、まあ、ところでのんびりしようと思いまして、ちょうど今ここにいるんで、まあ、こうやっていって、まあ、この辺のね、この銅像かなちょっと拝んでいこうかなと思います。目的地設定するとこんな感じか。パークの方どうかな。
まあ、パークはこんな感じに撮っていまして、まあ、基本こういろんな弾を、まあ、多めに所持できるようにしたり、武器の方も、まあ、今ハンドガンですけれども、まあ、いろいろねスナイパーライフルとか、まあ、ああいうのでやっているんですよね。あとはアサルトかな。まあ、というわけで、まあ、今回の雑談ドライブ、まあ、雑談要素はあんまりないかな。もしかしたらドライブ要素もあんまりないかもしれない。というのも撮ろうかなって思っていた時に、お、どうした、誰か捕らえられている。よし、助けたぞ。お、民間人を救出。民間人どこに、あ、そんなそばにいた。どうした、大丈夫か。ショッピングセンターのお土産をたくさん抱えた男がジェイコブの手下に追われてた。無事だといいが、よかったら様子を見に行ってくれ。まあ、いろいろ頼まれ事も多いんですよね、この世の中。ベビーが道路を封鎖してたら気をつけて。どうやら道路を封鎖しているらしいが、目的地前にいるかな。あれかな。あ、しかもあそこ捕らえられている人がいる。ならばちょいと戦闘しましょうね。このスナイパーライフル、ちょっとこう重心がまあニョキって出るんですよね。まあだからといってニョキッとなった分、こうなんだろうな、あんまり意味はないと思うんだかな。行くわよ。さあ救出しましょう。何、消えた。あなたに祝福を。やべ、美女に吐息をかけられている。あ、いわゆるフェイスちゃんのあの精神世界に来てしまうんですね。あまり進捗具合とか進んでいないところを雑談ドライブしていこうと思ったんですけれども、どうやら別のシナリオが始まってしまったな。ああ、どうやら悪い夢を見ていたようだ。なんか夢の中で美女が出てきて、なんかね、蝶々みたいな羽を生やして飛んでいったり、私に飛び降りようと指示したり、まあいろいろあったんですが、一体ここはどこだ？多分すぐ近くだといいんですけれどもね。ファストトラベルできるかな？あ、そんなところにいるんだ。できればこの辺に戻りたい。あ、いけますね。でもこんな感じでこう合間でイベントを挟むんだ。まあちょっとネタバレになるかもしれないので、まあそこはカットしていますが、ね、私としてはのんびりしていきたいなと思ったんですがね。そうそう、仕切り直しですね。多分ファストトラベルしたんで、多分車とかもうないんだろうな。せっかくデスウィッシュっていういい車を手に入れたんですけれども、隊長みんないるようだ。じゃあもう歩いてちゃあるが、ま、徒歩で向かっていくしかないか。道中何かあればいいんですけれどもね。あ、とか言ってると、じゃあな。とりあえずはアイテムはいただきましょう。で、ちょうどバギーありますね。ならば乗っていきましょう。大丈夫かな。 3人乗れるかな。しかもわざわざこっちに来るか。ちょうどいい。ならばその車いただきましょう。また敵か。おっと、突っ込んでくる。忙しいね、ここは。どこにいるんだ。あそこね。多分そこいますよね。おっと、もう移動していたか。もう敵さんはいないかな。ならせっかくだ、この奪った車で行きましょう。みんなは後ろに乗るかな。オッケーオッケー、いけいけいけ。ならば進んでいきましょう。え、こんな感じでこう、まあのんびり、まあのどかなところですけれどもね、まあ結構
荒々しいことに巻き込まれながらもこうやってゴールデンウィークを過ごしているわけですが、おっと一般人か。行くわよ。あんた大丈夫？行くわよ。でもゴールデンウィーク、まあ私としてはこうため撮りとかしていきたかったんですけども、なんだろうな、急に休みをもらうとなんかこう調子が狂って、ラジオを聞きましょう、調子が狂っていうのか、なんかこうあんまりこうため撮りする気にはなれなくて結構寝てしまうんですよね。そうね、銃声がすぐそばに何かいるのかな。あ、ちょうど何か敵がいた。おおお、ひっくり返っているな。この子大丈夫かな。おーおーおお、車を飛ばしていく。なんて力だ。結構忙しいなこの地域も。ま、放っておけば死ぬだろう。ではさらばだ。じゃあさっさと離れますよ。でもこの辺にも何かある。おお、迫撃砲ね。今日はついてるわ。かといって多分誰もいないですよね。あ、ちょうど向かってきているな。ならばポン。多分一般人巻き込んでいますよね。すまんな、まさかいるとは思わなかった。ならば示談装填ファイヤー。よーし、まだいるのかな。こっち方向で向かってきているのかな。結構遠距離まで狙えますね。お、どうやらいない様子。ふう、一般人もやりすぎるとあのゲームオーバーになってしまうから、まあそろそろ行きましょう。この先に何かあるな。敵さんでもいるのかな。ただ車が打ち捨てられている。ちゃんけ。生きてて何より。おお、そこに家があるんだ。でも血がついているな。おやおや、荒らされているではありませんか。今日ね、手紙とかあまりじっくりは読んではいないんですけれども。お、アルコールね。待ってるのが一番辛い。まあでもこうやってのんびり過ごしていても、まあちょこっと、まあ一日、まあ半日ぐらいかな、ちょっとこう実家に帰って、まあちょうど妹とあとは甥っ子が帰ってきているんで、まあそこでこうのんびりはしていたんですけれども、結構ねもみくちゃにされて大変だったんですよね。いけるかな。あ、でも何か近づいている。捕虜の輸送バンか。いけるかな、あれ。よーし、しかもちょうど礼拝場もある。民間人を救出。さあ離れたまえ、これを爆破するぞ。ダイナマイト、ポン。あ、ちょっと微妙に外しているな。まあ、普通に撃ってもよかったとは思いますが。お、民間人大丈夫か。民間人、あんなところまで吹っ飛んでいったが、これは事故かな。いや申し訳ない。とりあえずは取得していきましょう。で、目的地はこの上か。ということはそっちから回っていく。で、ちょうど商人がいる。普通の民間人でもああいうねところに行くんだ。一体ファーザーに何の用があるんだ。どう、商人よ。いろいろ武器もね買ったりはしているんですけども、現在お金は3350で、これを手に入れたんですよね。この SA50 自由の国、これがこのジャキーンってなるスナイパーライフルね。
こっから登っていけるかな。あの銅像とかさすがに爆破はできないとは思うが、こっちから行ってみようか。まあ今回はいつもの雑談ドライブとは違って、まあもう多分後半あの序盤だけからあのドライブ要素があったのってあとはまあのんびりやってはいくんですけれども、まあ続けるかどうかはわからないな。まあ個人的に楽しんでいるつもりで買ったゲームで、まあせっかく買ったならば、まあちょっとジョセフのゾーンのそばにいる、はいはい、そいつが空洞だってことは知っておけ。カルトはそれを銃や弾薬を隠すのに使ってる。俺がお前ならそいつを吹っ飛ばす方法を見つけるだろうな。吹っ飛ばすことができるんだダッチ。何か撃たれている。猛獣でもいたんだろうか。たださっきあそこに人影が見えたような気がしたんだが、幻覚か。あ、でもあの銅像を吹っ飛ばせるらしいですよね。あのファーザーの銅像、目標まであと 120m。 さすがに敵さんとかいるとは思うが、でもあれが空洞なんですね。敵はいるんだろうか。何やら声が、おっとちょうどいる。なんかフェイスちゃんっぽい子が。幻覚か。あのちょっと幻覚でもちょっと本だけ残っていますよ。しかもすげえヒャッハーな声が聞こえる。おっといるな。ならば制圧していきますか。またフェイスちゃんのイベントがあったら困るが、あんまり数いないかな。しかも人質もいる。よーし、だろ。ふう、人質は救出できた。こんなところでも捕らえられている人っているんだ。危ねえな。でもこの中には入れないのかな。多分こっち側に敵がいるんだろう。あの人大丈夫かな。おっと車か。確か車が向こうに行きましたよね。おっとちょっと幻覚がやばい。多分この辺に、そこか。よし、これでもう敵はいないかな。でもあれを爆破する、一体どうすればいいんだろうか。ジップラインは使えるようだが、どこか入れる場所あるのかな。もしかしたら多分こうイベントがあって、それで壊すことにはなるのかな。でも使えと言わんばかりに RPG があるんですよね。ふむ、これでもびくともしない。まあ、これ以上敵は来ないとは思いたいが、もういろいろ取れる。おっとやばい、この花はやばいぞ。思うとこう周りに結構植えられていますよね。何か壊す手段があるらしいが、多分イベントでね、もっと進んでいけばこの中に入ることもできるんでしょうけれども、もしくはこう飛行機で爆撃するとか。あ、ちょっとここも危ない。
まあそんな感じがするな。まあ、一応ここには来ているんで、多分ファストトラベルすることはできますね。まあ何かあったらこのジョセフの像に、まあ、行くことにはなるかもしれませんが、じゃあ今回はこの辺にしましょう。まあちょっとね、特別な雑談ドライブっていう感じで、まあ雑談要素はあまりなかったかもしれませんが、まあこんな感じで、まあファークライ5をのんびりプレイしているんですよね。だからあとはこのジョンの地区を解放してからは、まあフェイスちゃん行って、まあジェイコブの方に行くとは思いますが、まあですがそれは個人的にやろうと思います。というわけで今回はここまで。これまでのご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価お願いします。ではさらばだ。